こんにちは、もときです。今日はですね、ポケモンセンターで発売されたキバナのパーカーをご紹介したいと思います。ポケモンセンターオンラインで私は買ったんですけど、ちょっとその人気のキャラクターのキバナのパーカーということで、来たらどんな風な、シルエットになるのか、ちょっとマネキンに着させて、ご紹介したいと思います。もちろん私自身は着れないので、レイヤーさん その参考になればいいかなと思って、ご紹介させていただきたいと思います。でですね、今ちょうど到着したところなんですけど、こういう風にちゃんと袋に、簡単な包装紙なんですけどに入って、パーカーが入っています。パーカーの M 注文したんですけど、 L だとちょっと女性のそのサイズとちょっと大きめになるかなと思って M サイズを今回注文しました。こんな感じですね。到着時はこんな風に、な感じで到着しました。で、裏面ですね、ちょっとかなり存在感がある、裁縫になってますね。ちょっとマネキンに着させてみましょうか。マネキンに装着させた感じはこんな風なんですが、ちょっと、遠くからするとちょっと M サイズでも大きめなシルエットかなと思うんですが、いかがでしょうか。生地はちょっと近くにしてみると伝わりますかね。実際に見るともう少し綺麗な、質感になってますね。袖の部分も光沢感がある感じになってますね。で、ここですね、ここのフリフリの部分はペラペラじゃなくてちゃんと、布で裁縫されて、両面こんな風になってます。こっち両側で、ジッパーとかはついてなくて、かぶってそのまま着用するタイプですね。ちょっと M サイズでもダボというか、ちょっと大きめかなといったところですね。裏面もちょっと着てみると、パーカーの部分もキバナらしいというか、ちょっと大きめになってますね。こんな感じですね。シルエットはこんな感じです。 M サイズです。 M サイズでこんな感じになってます。パーカーを着させたマネキンはこんな感じの体型なんですね。だからちょっと全体的に大きめかなといったところですね。で、もう一度着させてみました。そうですね、こんな感じですね。さっきのマネキンと比べてこんな風なシルエットになってます。そうですね、生地はなんていうか、このちょっと昔のそのメンズエッグとかに乗ってるような感じの、そうです、素材を使ってるっぽいなという印象ですね。またこのアイテムはレイヤーさんにすごく人気があると思うので、参考になったら嬉しいです。何かご質問とかあればコメントいただければ、調べてみますので、ぜひコメントください。それでは今回もありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。